大東急。大東急とは、陸上交通事業調整法による、戦時統制下の東京急行電鉄を指す言葉。後藤啓太がその総帥。かつては、英語略称として、TKK を使用していた時代もあった。1942年、昭和17年、東京横浜電鉄は、陸上交通事業調整法の趣旨に基づき、同じ後藤啓太が経営していた、 小田急電鉄及び京浜電気鉄道を合併。さらに、1944年、昭和19年には京王電気軌道を合併。また1945年、昭和20年には、子会社で経営基盤が脆弱であった相模鉄道の経営を受託。その営業範囲は、東横の元々のテリトリーであった東京市南西部、及び川崎、横浜に加え、 八王子や町田、府中など、東京多摩地域の中央本線より、南側や小田原、横須賀など、神奈川県の大部分に及ぶものとなった。大東急時代の鉄道路線は、現在の東京急行電鉄のものに加え、京王電鉄、小田急電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道に該当する。さらには、以下の企業をその傘下に収めた。太平洋戦争後、 指摘独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、独占禁止法及び過度経済力集中排除法が交付されたが、鉄道事業者である大東急は適用対象外となった。しかし鶴川一郎、後の小田急バス社長を筆頭に、旧小田急電鉄従業員を中心とした分離独立を求める動きが、旧小田急のみならず旧京王、旧京品でも高まり、 企業分割をめぐり社内が混乱した。さらに大東急の路線は、私鉄の中で、とりわけ空襲による被害が大きく、これをすべて復旧する資金を一企業が調達するのには限界があった。結局、公職追放を受けていた後藤慶太は、会社を分けることで、東急各線の復旧が早まると判断し、この意を受けた大川博 当時専務の案により会社は再編成され、1948年、昭和23年6月1日、京王、小田急、京急の三社が分離独立し、ほぼ1939年、昭和14年当時の東京横浜電鉄の路線のみが東京急行電鉄の路線として残り、現在の形となった。それ以外の私鉄も統合前の形に、 基本的には、複することになったが、鉄道路線では、元小田急電鉄の帝都線であった、井の頭線が、京王帝都電鉄、現、京王電鉄の所属となったり、バス路線でも、急東横乗り合いの路線のうち、京王線以北が、京王帝都電鉄に、東海道本線より、海側が、京浜急行電鉄の所属となったように、若干の変化はあった。 東京急行電鉄の直系前進となる会社は、デベロッパー、電園都市株式会社の開発した、分譲地と商船、現在の JR を結ぶための鉄道線として1922年、大正11年に設立された目黒蒲田電鉄、メカマ鉄である。翌1923年、大正12年に、目黒蒲田間、メカマ線、後の目黒線を呼び、 東急玉川線となるを開業したが、それと並行する形で、池上電気鉄道が1922年、大正11年から1928年、昭和年にかけて、蒲田後丹田間の路線を開業させた。これにより、両社は競合関係になる。二重事業である乗り合いバスまで含めた競争は、メカマ代表者の後藤慶太が、 池上電鉄の大口出資者である東京川崎バを口説き落として1934年昭和9年にようやく平丼する形で収集池上電鉄の路線は自社の池上線としたこの敵を身内にしてしまうやり方は主に株式の買い占めを図ることで行われたついでメカマの姉妹会社である旧東京横浜電鉄東横電鉄 現在の東横線の母体と、玉川電気鉄道、玉電、あとの新玉川線、現在の電源都市線の一部と世田谷線の母体が、渋谷開発をめぐり衝突した。東横電鉄の東横百貨店開業に対抗し、玉電は2校を誘致して、玉電食堂ビルを建設した。また、東横乗り合いと、玉電バスも路線が作走し競合していた。 多摩電は東横に対抗すべく、路線が隣接しておりかつ同じの上徳太郎が経営していた京王電気軌道と結託した。このような対立関係が続く中、後藤はまた東京高速鉄道の建設といった案件を抱えてり、同社渋谷駅を建設するためには、多摩電の協力が不可欠であった。こうして、古藤はタマの大株主である千代田生命保険に働きかけ、 大量の同社株式を取得した。これで企業乗っ取りは成功し、1936年、昭和11年たま電は、東横電鉄に合併された。また、これで、東横電鉄と京王は、関係会社同士になったが、後藤と井上は依然として、敵対関係であり、手を携えるどころか、逆に主として、乗り合いバス事業の面で、大いに対立していた。 上記でも触れた東京高速鉄道は渋谷新橋東京間の地下鉄建設を行う会社として大倉財閥を背景に設立された会社で東横電鉄の経営で実績のあった後藤が常務事実上の代表者に迎えられた後藤は東京高速鉄道の新橋伊東の路線をすでに浅草神田新橋間で開業していた東京地下鉄道と結んだ方が良いと判断し 先方と交渉に及び直通することで合意したが、東京地下鉄道側は、京浜電気鉄道と結んで、京浜地下鉄道を設立し、新橋から品川方面への延伸計画を発表した。約束を保護にされた形のことは、直ちに東京地下鉄道の提携先である、京浜電気鉄道株式の買い占めにかかり、まず同社の大株主であった、前山久義。 内国貯金銀行頭取から株式を譲り受け、ついで同社の実力者である、もちづき郎の説得に当たった。これには、先山や絹川水力電機の都光鶴松も加担し、三社による、再三にわたる説得にようやくもちも応じることになり、1939年、昭和14年4月東京高速鉄道が、京浜電気鉄道並びに、姉妹会社である。 湘南電気鉄道、東京地下鉄道を参加に収めることになった。絹川水力電気の都市密鶴松は、上記の通り、五島の良き理解者であったが、自らが手掛けた三島半島の近庫開発事業が、経営上大きな負担となり、また修行であった電力事業が、国家買収されたため、以降は、再三の乏しい小田急電鉄だけとなってしまった。は、同社の先行きは、 不透明であるが、高齢もあって、自らの手での再建は、難しいと考えた。このため引退を決意し、事業の一切を後藤に引き継ぐこととした。こうして1941年、昭和16年9月、後藤は、小田急社長に迎えられ、同社の再建を担うことになった。東横、京浜、小田急の三電鉄は全く異なる遠隔を持ちながら、 同一人物が経営することとなったため、経営の合理化と陸上交通事業調整法の趣旨にのっとって合併することとなった。1942年昭和17年5月1日、三社合併が成立して大東急が誕生した。この時、東横の一株主から小田急のごとき業績の悪い会社と一対一の比率で合併するのは企業地を損ねる。 反対されている。陸上交通事業調整法の指定では、中央線以南が一ブロックとなっていたが、この地区では、東急の他には京王が存続していた。両者は、関係会社であったが、記述の通り実態は反目し合う中であった。京王の大株主は大日本電力の穴水、熊尾であったが、穴水は以前東京地下鉄道株を後藤二条としたこともあり、今回も後藤に、 慶応株を上渡することに依存はなかった。しかしながら、穴水も事実上の実力者である井上の意向を無視できず、結局後藤は井上の説得にかかった。これまでも井上は我が城、慶応は小さくともダイヤモンドだ。東京急行は規模はでかいかもしれないが、瓦礫の山だ。と言って合併話に取り合わなかったものの、戦時統制の波に、 京王がこうしきることはできず、井上も合併を了承。1944年、昭和19年5月31日ついに京王電気軌道は東急に合併した。中央線以南ブロックでは、この他に南部鉄道、鶴見銀行鉄道などの浅の財閥系の電鉄会社があった。これらの会社も東急の関係会社ではあったが、京王同様実態は競合関係にあった。 後藤は、南部の役員にはなっていたが、協力関係は、ほとんどなかった。浅野系電鉄会社各社は、戦時買収で商船に組み入れられたため、大東急に加わることはなかった。ただし、この買収を仕掛けたのは、東条秀樹に壊れて、運輸通信大臣に就任していた、後藤である。後藤の公職追放や、それに伴う終戦後の処理が、後手に回ると、大東急は、 経営が行き詰まっていた。東急本社では、戦災復旧、郊外への人口移動による輸送力増強などの喫緊の課題が山積し、資金調達問題も絡み、毎週、合併により編入した各線が、東急本社の重荷になっていた。ここで、東急社内や労働組合でも、事業規模を適正化して、戦後復興を早めるべきとの声が上がり、 東急本社は大東急の分割再編成を決定するに至った。1948年、昭和23年に大東急から、京急、小田急、京王の3社が分離することとなった。なお、経営民主化を目的として一部参加企業については、大東急の解体前後に、東急の持ち株を当該企業の役職員が買い取って、大東急参加から独立した。 この中には後に、再び、東急グループに服する会社、後の日本貨物急送となる、厚木通運など、や、一応独立するが、しばらく東急の衛星企業で推移した会社、静岡鉄道、関東バス、神奈川都市交通など、独立後、小田急の傘下に入った会社、江ノ島電鉄、神中工業、完全独立を果たした会社、相模鉄道、東武ネットワーク、 王子運送などなどがある。日本交通のようにその後も、名目上、東急グループに長期間席を置きながら、この時期に事実上独立を果たしていた会社もある。1945年6月1日現在、相模管理部、1945年6月1日より、相模鉄道から運営受託。いずれも京浜線延長部。 湘南栗浜駅、飯森駅間以外は未成に終わっている。大東急成立時に、車両番号が、旧各社で重複するため、一斉に改版を行った。車両の一覧は大東急の鉄道車両一覧を、参照。大東急再編成後も、引き継ぎ後の各社は大東急時代の車番を継承した。すなわち、小田急急線形、京王急線形、 井の頭線9 2 0 0 0系、京王線、東急93000系などである。なお、京浜急行は5000を引いた車番で継承した、京急230型などがそれである。また、再編成後の4車とも電動車の記号として、デハを使用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。